新党両チームキャプテンに花束が贈呈されます。日本サッカー協会は毎年9月のリスペクトフェアプレーデーを選手、さまざまな活動を通してリスペクト、大切に思うフェアプレー精神を共有し、差別や暴力に断固反対するメッセージを広く伝えています。すべての選手、指導者、審判、そしてファンの皆様とともに、誰もが安全に安心してサッカーに打ち込めるよう健全なサッカー環境を実現させましょう。そしてサッカーができる喜びとそれを与えてくれているすべての人や物に感謝し、全力でプレーする姿を通してサッカーの素晴らしさを多くの人に伝えてください。 JFA フェアプレーデーを皆様の記憶に残るイベントにするためご協力をお願いいたします。それではこれより両チームの選手を代表して、サンフレッチェ広島大迫敬介選手、鹿島アントラ柴崎岳選手がリスペクト宣言を行います。人種、性別、出自、宗教、性的指向、その他のいかなる理由による差別も認めません。また、SNS での成り済まし指導による誹謗中傷や偏見、差別も決してあってはなりません。私たちはサッカーの力で、サッカー界から、そしてこの社会から差別をなくすことができると信じます。皆さんも私たちと共に、差別と戦ってくださるようお願いします。サッカー、そしてスポーツに暴力と暴言を言いません。暴力と暴言をしない、させない、許さないことを誓います。私たち一人一人が持つリスペクトする力、大切に思う心で、これからも誰も愛することのできる J リーグを、そして差別、暴力のない世界をみんなの力で作り、守っていきましょう。以上、スペクト宣言。